お元気ですか？僕趣味です。今回は2023プロ野球チップス第1弾開封動画第10回目でございます。ではね、やっていきたいと思います。ね、最近ですね、ハクサインカードとラッキーカードね、引いておりませんので、ね、そろそろね、いきたいなと思っております。ではいきたいと思います。今日もね、5袋でいきたいと思います。では、1袋目でございます。で、キラーカード出ましたね。広島東洋カープの坂口翔吾選手でございます。これでね、4枚目でございます。阪神タイガース西純也投手でございます。2袋目でございます。千葉ロッテマリーンズ今学ぶ投手でございます。で、チェックリストですね。チーム本拠地17連勝を飾った試合で投打にわたり活躍したDeNA の京山選手のカードでございます。3袋目でございます。北海道日本ハムファイターズの上沢直之投手でございます。で、福岡ソフトバンクホークスの今宮健太内野手でございます。4袋目でございます。で、読売ジャイアンツの大城匠捕手でございます。オリックスバファローズの、平野義久投手でございます。で、最後の5袋目でございます。千葉ロッテマリーンズの増川光捕手です。で、最後に埼玉西武ライオンズの愛と外野手でございます。以上で2023プロ野球チップス第1弾開封動画第10回目を終わりたいと思います。今回はね、レアカード1枚の結果でございました。次ね、11回目はですね、15日の予定でございますが、急遽ね、こういった、開封動画やる可能性もありますのでね、もしね、興味のある方はぜひ見に来てください。まあ、次ことはね、白サインカードかラッキーカード引きたいなと思っております。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。